ヨナス・ヘクターは西ドイツ・ザールブルク県出身のサッカー選手。1FC ・ FC、ケルン所属。ポジションはディフェンダー、ミッドフィールダー。地元ザールラントの SV ・アウエルスマッハーというクラブでプレーをはじめ2010年に 1FC ・ FC、ケルンに加入。2018年4月、所属クラブであるケルンの2分ンデスリーが降格が決定的という状況の中、 2023年までのケルンとの契約延長を発表。この姿勢はケルンの OB であるルーカス・ポドルスキから絶賛された。結局、ケルンは降格が決まってしまったものの、翌シーズンでは中心選手として活躍しにブンデスリーが優勝を果たして1年での昇格に大きく貢献した。それまで、 アンダー世代のドイツ代表には招集されたことがなかったが2014年11月14日 UEFA ユーロ2016予選のジブラルタル戦でドイツ A 代表デビューを果たした2016年3月29日のイタリアとの親善試合で代表初得点を挙げた UEFA ユーロ2016の本大会にも選出され準々決勝のイタリア戦では PK 戦で最後のキッカーを務め、チームのベスト4進出に貢献。2017年5月、ロシアで開催される FIFA Confederations Cup 2017の代表メンバーに選出された。本戦では4試合に出場し、ドイツ代表の優勝に貢献した。2018年6月の 2018FIFA ワールドカップに臨むドイツ代表に選出される。2試合に出場するものの、 チームは GL 敗退となった。2020年10月、個人的な理由により突然の代表引退。ありがとうございます。